皆さん、こんにちは。のぶこ鉄道へようこそ。今回の動画で、ちょこっと動画は、第18弾となりました。今回は、サクッとした感じで、京都で唯一の路面電車、南電の動画です。山の内電停付近を走る、南電の電車の様子を、撮影してきましたので、どうぞご覧ください。
行き交う車や人に混じって走る岩田の電車は、よくよく見るとかなり存在感がありました。また山の内の電停や走っている電車などは昔からわからないので、ノスタルジーを感じることができると思います。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。